大見鉄道本線。本線は、滋賀県米原市の米原駅から、滋賀県甲賀市の清井川駅までを結ぶ、大見鉄道の鉄道路線である。大見線、大見本線などと呼ばれることがある。また、本線をはじめ、大見鉄道各線は、地元住民から、大見ガチャコン、ガチャコンと呼ばれることがある。東海道本線や草津線のルートから外れた。 大見盆地の国草地帯を縦断する鉄道として、北陸から関西鉄道、現在の草津線へ、伊勢山系への短絡路も兼ねて建設された。五箇荘以北は、旧中山道、五箇荘から日野までは、旧五大三街道、伊勢道に概ね沿っている。2013年3月16日から、米原駅高宮駅、多賀線多賀大社前駅間に、彦根、多賀大社線、 ラインカラー、高宮駅八海地駅間に、古東大海路線、ラインカラー、八海地駅清川駅間に、水口、河野育の線、ラインカラーの愛称が付けられている。1893年、明治26年11月に、旧彦根藩士と大海商人計44人が、定心大臣に対して、創立願いを提出したことに始まる。百九十六年、 明治二十九年六月十六日に、関節鉄道、現在の JR 東海道本線彦根駅と、西鉄道、現在の JR 草津線の深川駅、現在の港南駅を結ぶ二十七マイル四十五チェーン、約四十四点三キロメートルが免許された。滋賀県内で先に開通していた東海道本線や、関西鉄道、草津線の経路かられた地域の有力者が、 鉄道建設を計画したことが発端となっており、伊勢神宮参拝の熱心な監修があった滋賀県、岐阜県、北陸地方方面から伊勢神宮へ向かう際に短絡経路を提供することと、古東平野に産する良質な米などの農産品輸送を図ることが目的であった。法事監督を白石直司に依頼し、1896年、 明治29年9月13日に着工し12月26日に高宮川で飛行式を挙げた。前線を大きく3区間に分け、さらに旧校区に分割して工事を進めたが、途中で建設費に急し、まずは彦根妖怪地間の完成を優先することにして、妖怪地より先の工事を中止した。1898年、明治31年6月11日に、 彦根市川間7マイル42チェーン、約、12. 1 2 1トルが、続いて7月24日に、市川妖怪地間4マイル48チェーン、約7 4トルが開通した。この年、6月には、間接鉄道との連帯運輸を開始し、12月には、彦根駅の共同使用契約を結んだ。しかし、予定路線の一部のみの開業では経営は苦しく、 早期の全線開通が待望された。そうしたこともあり、倍額に増資して1899年、明治32年9月12日に、残りの区間を着工した。当初終点に予定していた深川駅では、関西鉄道線と並行する線路を付設することになることから、高尾川に関西鉄道と共同で新しい駅を設置して、そこを終点にする方針となり、 1900年、明治33年9月10日に、終点を、深川駅から清井川駅に変更する認可を得た。10月1日に、陽海地日野間7マイル60チェーン、約12.5キロメートルが開通し、続いて12月28日に、日野清川間6マイル11チェーン、約9.9キロメートルが開通して、当初計画区間が全通した。 12月28日と年末に開通したのは、1901年正月の初詣輸送に間に合わせる意図があったとされている。当初は蒸気機関車による運転であった。1901年、明治34年1月9日に、彦根駅構内で全通式を盛大に挙行したが、経営の内実は非常に苦しく、全通式当日午後に開催された岡武主会では、 財政整理案が討議されるほどで、1904年、明治37年から1905年、明治38年にかけては、資本金を2回に分けて200万円から110万円に、する原資を断行した。1904年からは、関西鉄道大合同と呼ばれる、関西地方一円の鉄道会社合併を進める。動きがあったが、大見鉄道の無配当が続く。 経営状況から合併相手となる関西鉄道から受け入れられず、合併は成立しなかった。1906年、明治39年からは、鉄道国有法に基づく主要私鉄の国有化が進められたが、これにより、高尾川で路線を接する関西鉄道も国有化され、国鉄草津線となった。大見鉄道は国鉄に挟まれた区間を営業することになり、 営業上の困難を訴えまた鉄道国有法で、私鉄の経営が認められた、一地方の交通を目的とする鉄道には、大見鉄道は当たらないとして国有化請願したものの、これは受け入れられず、私鉄として存続した。大見鉄道は、列車本数が少ないために、駅間を歩く旅客も多く、列車頻度を増す必要性を感じていたが、 蒸気機関車のままでは、経費の面で列車本数の増加は難しかった。そこでこの頃から普及し始めた上機動車の採用を考え、ハンガリーのガンツ製上機動車2両を導入して1908年、明治41年12月31日から運転を開始した。前線を走る列車は蒸気機関車牽引とし、その間に上機動車により彦根妖怪地間などの区間列車を 運転し、また上機動車専用の駅として、天子駅を開設するなどした。統計上、1922年、大正11年度まで、走行実績が記録されており、複雑精緻な作りである、ガンズ式上機動車の日本での運用期間として、最長と見られている。運転の準備に時間がかかることや精密な機構の問題もあって、対象末期に客車に改造された。 1910年、明治43年度の時点で、機関車4両、客車30両、蒸気動車2両を含む、貨車50両を有していた。1911年、明治44年2月16日付で、移居する法律を軽便鉄道法に変更した。車業が流星に向かうきっかけとなったのは、本線の高宮で分岐してたが、現在の多賀大社前駅へ向かう2 5トルの、 四線、多賀線が1914年、大正3年3月8日に開通したことで、多賀大社へ参拝する客を広く誘致することで、大見鉄道も潤うようになった。国鉄とタイアップして多賀までの臨時直通列車を、盛んに運転し、それまで、無配当続きだったのが、大正後期には12%の配当を実施するまでになった。この時代、バスの脅威にさらされるようになった鉄道は、 自動車や電化して、電車の導入に踏み切るところが相次ぐようになり、大見鉄道でも電化に乗り出した。まず本線の彦根高宮間と多賀線を直流 600V で電化し、1925年、大正14年3月12日から電車の運行を開始した。本線の残りの区間も電化を計画したが、必要な資金の調達のめどは立たなかった。 そこで、折から滋賀県一帯への電力供給事業を開始していた宇治川、電気、関西電力の前身の一社の参加に入ることになり、同社の資金を得て1927年、昭和2年から高宮木深和間の電化工事に着手した。1928年、昭和3年4月18日に直流1 5 0 0トでの電化工事と、 既存の彦根多賀間の1500ボルトへの昇圧工事、完成して電車の運転が開始された。蒸気機関車は本線の列車牽引からは撤退し、駅の入れ替え作業に残るだけとなったが、第二次世界大戦後まで一部の機関車が残っている。また同時に閉塞方式を、表権閉塞からタブレット閉塞に変更している。昭和初期には路線の延長を計画した。 まず1926年、大正15年11月7日に、前原彦根間の延長免許を申請し、1927年、昭和2年8月2日に免許され、1929年、昭和4年11月25日に着工した。当初は、彦根駅から一旦南側へ向かい、旧中線道に沿って、前原へ行く経路を計画していたが、 沢山トンネルを建設して直行する経路が選択され、1931年、昭和6年3月15日に開通した。これにより前原彦根間は国鉄東海道本線と直接競合することになり、所要時間と運賃では大差がなかったが列車本数では、電車運転の大見鉄道が蒸気機車運転の東海道本線に勝り、国鉄側は対抗して、 長浜前原彦根間に、機動車を投入して、高頻度運転、フリークエントサービスを開始した。地元ではさらに、大見鉄道を長浜まで延長してほしいとの希望も、あったが、長浜まで北上すると雪の量が多く、電車の大雪構造が必要になることや、広大な国鉄の前原駅構内を横断する、立体交差多額の費用がかかることなどから、検討されたのみに終わった。 続いて、1927年、昭和2年6月7日に高尾川から、三重県の上野町までの延長免許を申請した。伊賀電気鉄道、現在の伊賀鉄道伊賀線の広小路駅まで建設し、そこから伊賀電気鉄道線に乗り入れて、当時建設中であった、三宮急行電鉄、現在の近鉄大阪線と接続して、伊勢神宮へと至る経路を形成するものであった。 大見鉄道宇治山田延伸構想、三宮急行との接続駅は、阿保駅、現在の青山町駅、名張駅、伊賀神戸駅と何度か計画が変更されたが、実現すれば、前原延長線とも対応し、前原から宇治山田まで3時間を切る所要時間を見込んでいい。1928年、昭和3年10月11日に免許されたが、 当時の経済情勢から着工は遅れることになった。そのうちに戦争となり、買収済みの土地は古作に出していたが、第二次世界大戦後農地改革によって手放すこととなり、最終的に1958年、昭和33年12月3日に企業廃止として免許を返上した。これ以外に、1927年、昭和2年1月29日に妖怪地と大津市を、 結ぶ路線の免許を申請しているが、ビワ湖鉄道機線石山線、現在の京阪石山坂本線などの平行路線に悪影響を与えるとの理由で同年月2日に却下された。第二次世界大戦中、電力事業の国家統制に伴って宇治川電機の傘下を離れることになり、代わって箱根土地第二次世界大戦後の西部グループの傘下に入ることになった。 第二次世界大戦後は、増備車両の多くを、西武鉄道からの中古車両の譲渡で賄った、ことによりさらに西武職を強めていくことになり、また、自社の彦根工場での車両の改造工事も、盛んに行った。国鉄が、東海道新幹線を建設するにあたっては、高宮後仮想館で約7.5キロメートルにわたって、当線と線路が並行することになった。これに際して、 鈴鹿山脈の眺望が失われるとして、大見鉄道が国鉄に保障を求めたという話がある。新幹線の工事士によれば、新幹線によって交差する道路の安全確認が困難となり、踏切改良、警報器設置などの防護法強工事費及び新幹線の併設による旅客収入源等への保障を求めたものだとされる。この時、 影響の一つとして眺望も復帰したことを新聞に、景観量を面白く書き立てられて風評が広がったと、2000年に、林恒彦大見鉄道取締役、当時は、鉄道雑誌、鉄道ピクトリアルで話している。衆議院運輸委員会での国鉄側の答弁によれば、京都付近で、阪急京都線と並行した場所では、阪急の高架化を、国鉄の負担で行ったため、 同様に高架化してほしいと大見鉄道から要望があったが、大見鉄道程度の交通量では高架化まではする必要がないだろうとして説得を行った。仮に高架化した場合に約4億円かかると試算されていたが、大見鉄道側から高架化をしない代わりとして、補償を給された額は約7億数千万円で、それをなんとか減額交渉を行って、 約2億5千万円に収めたという趣旨の説明がなされている。会計検査院の報告によれば、大見鉄道からは防護補強工事費等として2億6215万円余、あまり沿線風致疎外観光価値減災による旅客収入減保障として1億5410万円余、あまり合計4億1626万円あまりの請求が国鉄に対して行われ、 用地費及び防護補強工事費等として1億5000万円、旅客収入減少への補償として1億円が支払われたとされているが、このうち旅客収入減少への補償については、新幹線併設により、大見鉄道の旅客減少するものとは認めがたく、補償限度を逸脱して、処置等を得ないと認定されている。昭和40年代に入ると、モータリゼーションが進み、 鉄道の利用客は減少し始めた。これに対応して、職員数の削減が進められ、1972年、昭和47年には、前原妖怪地間がアーク化、自動閉塞された。昭和50年代後半になると、国鉄側の貨物輸送の拠点間輸送化の影響を受けて、大見鉄道の貨物輸送の縮減が進み、1984年、 昭和59年9月に、キリンビールの輸送、1986年、昭和61年3月に、セメント原石の輸送、1988年、昭和63年3月に、日本石油の輸送が廃止されて、貨物輸送が全廃となった。1984年2月には鉄道による、郵便輸送も全廃されている。 輸送量の少なかった本線の八日市木深川間では、1986年、昭和61年4月1日から LE カーと、称セル、レールバス、機動車の運転を開始し、同時にワンマン運転を開始した。電化関連設備の保守経費とワンマン化に伴う人件費の削減を狙ったもので、水口にあった変電所を休止した。このために、日野に車庫を置いて、給水。 給油を行ったが、機動車は、電車より保守に手間がかかる傾向にあった。また、定員が、輸送量に対して小さく、ラッシュ時の一本のみ、電車の運行を残したことから、電化設備は維持されたままであった。後に220型が導入されるにつれて、LE カーの運用は減少していき、休止されていた、水口変電所も1992年、平成4年2月に復旧され、 最終的にウルイーカーは1996年、平成8年9月30日限りで運用を終わりした。1987年、昭和62年には残されていた洋化し、清井川間もアーク化、自動閉塞され、大見鉄道全線が自動閉塞化された。また前原洋海地間もワンマン運転が開始されて、本線の全線がワンマン運転となった。 1990年、平成2年には、ご出発防止と、終端防護の機能のある、自動列車停止装置、ATS が設置された。1998年、平成10年10月に、JR が、前原駅の新駅舎を建設して移転したため、大見鉄道の前原駅は取り残された状態となっていた。2005年、平成17年から、 大海鉄道の前原駅の移設工事が進められ、2007年、平成19年6月8日に開業した。新駅は約60メートル JR 側に移設され、新駅に至る1609.2メートルの線路が新設された。大海鉄道の輸送は、彦根と清井川及び洋菓子線の大海八幡での JR。 接続輸送と沿線最大都市である八日市を中心とする輸送の組み合わせという形態となっている。前原駅彦根駅大見八幡駅間の輸送は、並行する JR と比べると、運賃、所要時間、運転本数ともに劣っており、これらの駅総合間の利用で、大見鉄道を選択する乗客は皆無に近い。このため地域内輸送を中心としている。 JR 連絡駅での接続を考慮したダイヤとするのが基本となっており、これに、八日市での大見鉄道路線間での接続を考慮することから、八日式部川間の列車では、日の出の時間調整が発生することがある。前原駅清井川駅間の列車のほか、八日市線直通の前原駅大見八幡駅間、大見八幡駅清井川駅間、多賀線直通の前原駅、 彦根駅、多賀大社前駅間の列車もある。いずれも各駅に停車する普通列車でワンマン運転である。2003年3月に清井川発前原行の快速が朝に新設された。この快速は前原で東京行きの新幹線に接続しており、2006年3月からは平日のみの運転になっていたが、2009年4月以降は休日も含め昼間に一本。 ただし休日は2011年3月12日のダイヤ改正まで清川駅妖怪地駅間のみ快速運転を運転されていた。2013年3月16日のダイヤ改正で廃止された。本線は線形に優れ、高宮駅後仮想駅間では東海道新幹線と並行している。また建設当初から将来の複線化を念頭に入れた用地を確保してある。 彦根ネ妖怪地間は時速 70km、それ以外の区間は時速 60km の最高速度となっているが、線形の面ではこれ以上の速度向上が可能でも、保守作業の面から見送られている。施設としては、駅間距離が長い傾向にあり、特に彦根ネ妖怪地間は平均駅間距離が 2.8km に達している。またこの区間は、ほとんどが、 交換可能駅である。これに対して、八怪地・木深川間は、1 9八十年代後半からの駅の新設が多かったこともあり、交換可能駅は、桜川、木の、水口に限られている。二千年、平成十二年時点で、前原八怪地間は 40N レール、妖怪し、木深川間は三十七キログラムレール、沢山トンネル内など一部に五十キログラムレールが、 導入されており、枕木は約20%が PC 枕木化されている。1998年度から2003年度までかけて、国、県、自治体から3分の2の補助を受けて、総額約30億円をかけた輸送力増強、設備近代化計画を進め、1999年7月末からは、全線で全長20メートル級の大型車の運用が可能となった。 引き続き、重機上下と PC 枕木下が順次進められている。トンネルは前線で2カ所で、鳥居本体彦根間に、全長340メートルの沢山トンネル、日野水口松尾間に、全長147メートルの清水山トンネルがある。橋梁は、高宮、天駒の全長269.9メートルの犬、上川橋梁、 越川後仮想館の全長を238.7メートルの越川橋梁などがある。当線と清井川駅で接続する、しがらき高原鉄道しがらき線に乗り入れて、さらにそのしがらき駅から約30キロメートルの新線を建設して、京都府の JR 片町線、学研都市線まで延伸する、琵琶湖京阪那線、歌唱構想がある。沿線の活性化及び地域振興。 交流軸の強化、震災時などの東海道本線に対するバイパス機能を提供するといった必要性を掲げ、滋賀県及び関係自治体により建設規制同盟が結成されている。かつて計画されていた美琶湖空港の構想では、当線の朝、日野駅が最寄りとなる計画となっていたが、2000年に計画凍結となり、2013年に断念が、 表明されている。全駅滋賀県に所在。全列車各駅に停車。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。